こんにちは、マナブです。今回は、エンジニアブラインドタッチが必要なのかというテーマでお話をしていきます。で、簡単に僕の自己紹介をすると、もともとエンジニアとして活動していました。で、最近はこういった YouTube での発信っていうのが結構メインなんですけど、2017年から2018年の中盤ですね。それぐらいまでエンジニアをやっていて、で、その時フリーランスだったんですけど、年間で1800万円ぐらいですね。っていうのを、エンジニアとして稼いでいました。なので、今回お話しする内容っていうのも、ある程度、信頼性があるんじゃないかなと思ってます。というわけで、早速、本題ですね。で、これ結論から言うと、エンジニアっていうのは別にブラインドタッチできなくていいと思います。で、ブラインドタッチできなくても僕は稼げました。で、なんでかっていうと、エンジニアの価値っていうのは技術力だからですね。で、今回ちょっとエンジニアの仕事の中身っていうのを話していこうと思います。で、まずエンジニアの仕事、それが 100%、 この割合 100% あるうちの最初 40%、 これ何かっていうと技術的な仕様を考えることですね。で、その次の 40% っていうのは、どんな感じで実装していくか、どんな感じでコードを書いていくかっていうのを考えます。で、今合計で 80% だと思うんですけど、残りの 20% っていうのが、これが、具体的にコードを書いていく、作業っていう感じですね。まあ、なので一般的なイメージとして、エンジニアイコールなんかこう、パソコンでカタカタしてる人みたいな。で、カタカタするから、ブラインドタッチ必要なんじゃないかな、みたいな。こういうふうに考える方が多いと思うんですけど、まあ、ただ今お話した通り、エンジニアの仕事がこう 100% あったとしたら、実際にこう、カタカタしてる時間っていう、そのコードを書いてる時間ですね。っていうのは全体の 20% ぐらいしかないっていうことですね。まあ、なのでもちろんそのブラインドタッチっていうのはできてもいいとは思うんですけど、とはいえそのなんていうんですかね、仕事に与える影響っていうのは全体のうち 20% ぐらいですよっていう、まあ、そんなお話です。で、ここまで話を聞いて、まあ、確かにその僕の言ってる話は理解できるけど、まあ、ただそれでもやっぱりブラインドタッチできた方がいいじゃんみたいな。全体の 20% がタイピングする作業だったらそこを早くできるじゃんみたいな。まあ、そういった意見もあると思います。で、これも、すごいおっしゃる通りで、僕が思うに、ホームポジションっていうのがあって、その、パソコンを開いた時にどうやってこう指を置くかですね。で、そのホームポジションっていうのは覚えておいた方がいいと思います。まあ、ちなみに僕それすらも覚えてないんですけど、で、このホームポジションっていうのはある程度覚えておくことによって、その後のタイピング速度の上がり方っていうのが変わってくると思います。で、僕は結構ぐちゃぐちゃにやっちゃったので、正直あんまり良くない例だと自分で思ってます。まあ、ただ一点だけ補足しておくと、エンジニアを目指したいっていう方の中に、最初タイピング練習から始めようとする人がいるんですけど、まあ、それはちょっと違うかなと思っていて、別になんかタイピング練習ってそこまで時間かけて勉強する必要はなくて、基本的にプログラミングを実際に学習するとか、あとなんかプログラミングに関して調べ事をするとか、まあ、こういったことをしてれば、パソコンに向き合う時間っていうのは長くなって、で、自然とタイピング速度とかっていうのは上がってくると思います。まあ、もしブラインドタッチを覚えたいんだったら、最初そのホームポジションっていうのが手の置き方ですね。で、そこだけを覚えておいて、で、あとはその自然に習得していくみたいな、まあ、そんな感じでいいんじゃないかなと思ってます。まあ、というわけで、結論を繰り返すと、僕が思うにエンジニアだからといって別にブラインドタッチできなくても OK ですね。で、実際僕もできないんですけど、まあ、それで、全然エンジニアになれましたし、あとエンジニアとして収益を上げることっていうのもできました。で、ここから話をちょっと深掘りしていって、ブラインドタッチを学ぶよりも大切なことですね、っていう話をしていこうと思います。で、これ結論から言うと、単純作業を減らすことです。で、これちょっとそもそも論の話なんですけど、じゃあなんでブラインドタッチを学ぶ必要があるかっていうところなんですけど、ブラインドタッチを学ぶ理由っていうのは単純作業の、速度を上げるためですよね。で、単純作業の速度っていうのを上げていくのはもちろん大切なんですけど、それ以上に大切なのは単純作業っていうのをそもそも消しちゃうっていう思考です。で、それでこれからじゃあ単純作業を消すとか、まあ、高速化するですね。このあたりについてちょっと具体例3つぐらいお話していこうと思います。で、まず1つ目ですね。これサブライムリンターっていうツールがあるんですけど、これすいません、ちょっと専門的かもしれないです。で、サブライムテキストっていうテキストエディター使っている方だったらわかると思うんですけど、サブライムリンターっていうプラグインがあって、で、これを入れることによって、コードのエラーっていうのを自動表示できます。これコードエラー自動表示できると何がいいかっていうと、そのコードのエラーで苦しむっていう、まあ、それがまあ、いわゆるなんていうんですかね、単純作業みたいな。まあ、そういった話で、で、
こういったプラグインを入れることで、そもそもエラーっていうのを消せるというか、でこれでめちゃくちゃ高速化できると思います。で初心者の方これぜひググってほしいんですけど、サブライムインターっていうのを入れることで、初心者がよくやるようなありがちなミスとかっていうのは多分一発で全部こう消していけると思います。なのでめちゃくちゃ大切ですね。ブラインドタッチとかを覚えるよりも全然そのプログラミングの学習速度とかも全然上がっていくと思います。で2つ目ご紹介するのがアルフレッドですね。でこれ何できるかっていうと、キーボード操作を高速化できます。でもちろんタイピングをこうバーッと早くやることも大切なんですけど、それ以外にも例えばダウンロードフォルダを開くとか、何か、スクリプトを開くとか、そういった感じでプログラミングをする上で PC 操作っていうのがすごい大半を占めると思うんですけど、その PC 操作っていうのを、高速化できるツールですね。でこれアルフレッド、ちょっとこれ口頭で説明すると難しいので、関連記事、参考になる記事っていうのを YouTube の概要欄に貼っときました。なのでそちらぜひご覧いただけたらと思います。でこれ僕も使ってるんですけど、めちゃくちゃおすすめなツールなので、ぜひこれを機会に導入していただけたらなという感じです。で3つ目に大切なこととして、車輪の再発明をしないことですね。で車輪の再発明何かっていうと、すでにあるものをもう一回作るみたいな感じですね。とこれよくあることなんですけど、例えば、何かプログラミング案件をこう受注した際に、その受注したら全てをゼロから作ろうと思っちゃう思考とかですね。ゼロから作るの別に否定はしないんですけど、ただそうするとやっぱり時間かかると思うので、それよりも何て言うんですかね、既存の世の中にあるコードっていうのをこう引っ張ってきて、でそれをカスタマイズするとか、あともしくは自分が過去に作ったコードっていうのをどっかに保存しておいてそれを使い回すみたいな、そんな感じで、なんていうんですかね、タイピング速度っていうのを上げていくよりも、自分なりにその、テンプレ化されたコードみたいな、こう、引き出しのようにいっぱい用意しとくみたいな。こういったことをした方が、全然、単純作業っていうのを消せますし、作業速度っていうのをガンガン上げていけると思います。こんな感じで今回3つ例を挙げたんですけど、こういった感じで、タイピング速度を、向上させるよりも、それよりももっと時間かかってる作業っていっぱいあると思うので、その辺はもっと早くできないかな、みたいな。やっぱ一番時間かかるのが、バグで苦しむとかエラーで苦しむみたいな、こういう場所だと思うんですけど、ここをまず高速化するみたいな。これは今お話ししたサプライムリンターっていうプラグインですね。そういうので解決できますね。なんて言うんですかね、こんな感じで最後にまとめると、ブラインドタッチもちろん大切なんですけど、それよりも本質的に考えることみたいな、それが大切だと思っていて、じゃあなんでブラインドタッチすべきかっていうと、繰り返しになっちゃうんですけど、単純作業の速度を速めるためですよね。でもそれ以外にももっと単純作業っていうのがいっぱいあって、でそれを個別にこう最適化していけば、どんどん作業っていうのは速くなると思います。なので、例えばブラインドタッチ、なんでブラインドタッチ勉強しようかなとか思った時に、じゃあなんで自分はブラインドタッチするんだろうみたいな。そういった感じで、一歩下がって自分を客観視してみるみたいな。そういった思考を持ってると、なんていうんですかね、プログラミングだけじゃなく、その他の分野とかでも、いろいろと応用が効くんじゃないかなと思ってます。というわけで、今回は以上となります。で、僕のチャンネルでは、こういった感じで、プログラミングに関する情報とか、あと基本的には個人で稼ぐ方法ですね。このあたりに、フォーカスして発信をしています。なので、もし今回の動画参考になったら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。であと、ブログとかツイッターでも発信してまして、そちらのリンクも、詳細欄に載せてます。なので、ぜひご覧いただけたらと思います。というわけで、今回は以上となります。さよなら。